黒く、おい、なんだこれ。さっきまで普通だったのになんで白紙になってるんだ、博士。え、最初からありませんでしたよ、エージェント。そんなわけあるか。仮に何かの間違いだとして、なんで白紙の報告書がデータベースにナンバリングされてるんだよ、博士。あれ、それもそうですね。ちょっと調べてみます、エージェント。ダメです。原因不明ですね。履歴を片っ端から漁りましたが、なぜこのページが存在しているのかそこにも書いてなかったです。エージェント。博士、そちらは何か進展はありましたか？エージェント。博士、返事待ってます。エージェント。おい、エージェント。事件調査は結構ですが、報告書への書き込みにデタラメな名前を使うのをやめること、博士、も、エージェント、と呼ばれる人物も財団には存在しません。応募、14。アイテム番号 SCP-404JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-404JP はその性質上現在収容されていません。可能な限りアクセス追記を控えてください。説明。 SCP-404JP は財団のデータベース内に存在する報告書の一つです。SCP-404JP は自身に記述されている文章を見た者が最も自然に、ここには何もない、と考える形になるように改ざんし、その内容を自身や他の情報媒体、人々の記憶から消去します。SCP-404JP がいつからその性質を持ち、なぜ財団にその性質を知られているのかは不明です。違う。奴は文章を消しているんじゃない。書かれた存在を消しているんだ。今の私にできるのは、奴自身に奴を消させようと試みることだけだ。それが失敗した時は頼む。どうか、奴に追記をしないでくれ。この文章がどうか消えずに残ってくれることを祈る。私の名は、